で言ったらまずびっくりで驚きました。その後はまあ嬉しさ、本当に FC 東京 J1 チームから来て嬉しいなっていう思いでした。まあ、理由としてはもう単純に J1 で、まあ、今、まあ、ブラブリッツ秋田でいて、で少しでも上のステージで戦いたいっていう気持ちが強かったので、まあ、それが決め手となって決断しました。でも攻撃的ですごい、まあ、得点がたくさん取れるし、自分がもし入ったら、まあ、守備のところでどれだけ貢献できるかなとかこう見たりしてますね。そうですね、自分がまあ得意としてるのはキックとあと守備での対人なんで、そこはまあ J1 でもまあ負けないようにやっていきたいかなと思ってます。あ、確かにロングスローも出せれば出していきたいと思います。まあ決まる前も決まってからも結構加賀さんとは話したんですけど、とにかくもうすごいクラブだからっていうことは言われてきました。あ、もう順位でお願いしたいです。そうです、 28日が結婚記念日だったんで、まあ、奥さんとなんかこう空いてる数字が送られてきて、あ、もう28でいいかなと思って28にしました。そうですね、まあ、J1 まで来ましたけど、まあ、でも自分自身は J3 から始まって、まあ、J2、J1 と這い上がってきたんで、まあ、そのワクワクした気持ちとかこう自分がやっとここまで来たっていうそういう気持ちをプレーでこう表現して、まあ、全部ぶつけれたらなっていうふうに思ってます。いや本当に龍馬と、まあ、剛がちょっとこう面識あるぐらいで、まあ、龍馬は少し引っ越してくるときにちょっとなんか連絡は取りましたけど、この選手は本当に面識は全然ないですね。いや、俺がなんて聞いたんだけど、どこら辺に住んでるとか家電どこで買ったとか、本当にそんなもう話ですけど、その会話はちょっとしました。そうですね、まあ、でもドイツはすごい激しいサッカーで、で自分自身まあ、なかなか言葉が通じなくて、まあ、難しい部分もありましたけど、でもこうチャレンジするこう姿勢っていうのはすごい自分自身ドイツに行った、まあ、1年も行けてないんですけど、そこですごい学んだことであって、それは本当に自分がドイツから帰ってきて J3、J2 と戦ってきてる中ではすごい軸としてやれてるかなっていうふうに思います。鈴木純也です。本当に、まあ、東京の FC 東京のためにもうとにかく全力で戦うので応援よろしくお願いします。